で、お前大学どこ行くん？京都大学の医学部に行くんだ。いいじゃん。受かったらお前の親もお喜びするしな。下手に下の大学行くより上の大学行った方がいいやろ。まあ、そうやな。進路決定はそうそうだけど、大丈夫？いえ、しかし決まっているのですが。どうした？大阪情報コンピュータ専門学校に行きたいです。でも家計が医療系の大学へ進めと。確かにあなたの学力ならお母様の言う通り医療系の大学に行くべきかもしれません。でもあなたが将来の夢に自分の信念を持っているならそこに行くべきかとも思います。ならどうすれば？だったら親に意思を伝えるために何かコンテストに応募するっていうのはどうだ？はい。進路は順調そうなん？実はさ、俺映像の仕事つきたいから大阪情報コンピューター専門学校に行こうと決めてるんだ。ただ親の反対で専門学校に行くってずっと言えなかったんだ。俺も同じ専門学校行くんやけど、お互い頑張ろうな。おう、絶対な。Thank you.
ちょっとこっちに視線外してや。じゃあ行きます。3、2。僕らまた一から出会うことは可能なのか、飲み込んでしまえよ夕焼け。すいません、君の顔なんて忘れてあるさ、バカバカらしいだろう、そうだろう、君がもし捨てる子だったら